こんにちは、旭ヶ丘町内会の久保でございます。昨日ね、自治連7月7日の7日会というやつですかね、こちらの方に出席してきまして、かなりね、書類がいっぱい回ってきました。で、今日の動画はちょっと長めになるかもしれませんけども、なるべくね、時間取らないようにお話していきたいと思います。まずはですね、2020年7月7日定例会連絡報告事項ということで7ついただいております。1つ目が日赤募金協力に感謝ということでございます。これ私は個人的にちょっとね、おかしい募金だなと思ってるんですよ。募金という名のもとに拒否ができないというね、この日赤募金に否定的な方もいらっしゃると思うんで、ちょっとこれはね、もう今の時代に即してないんじゃないかなと思うんですよ。特に日赤のこの募金のね、お金の使い方っていうのはかなり、乱暴になってきてまして、それからその趣旨が分からずに、ただ習慣的にお金を集めているというね、やっぱ募金をしたくてしているのか、それともなんとなく回収されているのか、これ大きな違いがあると思いますし、あとそもそも募金っていうのは募金をしたい人が募金先に自分で選んで持っていくものだと思うんですけども、金額は少ないとはいえね、こういうふうな強制徴収という意味での募金っていうのは今の時代に本当に即してるんだろうかどうだろうかということをね、私はこう感じて、個人的には拒否したいぐらいなんですけどもね。もちろん募金したい先私もありますんで、そちらの方には募金したいんですけども、日赤に関しては私はあんまりいいイメージを持ってないんで、どちらかというと募金の優先順位はだいぶ下がるかなというところでございますね。これはいろんな考えがあると思いますし、私一人がね、日赤に対していい思いをしてなくて、ほとんどの人は日赤に対してものすごくね、感謝と尊敬の念を持ってるのかもしれませんので、私の思った通り皆さんしてくださいってことではないですからね。私はそう思いながら、ちょっと今回ね、半ば決まりなんでということでね、いいダクダクと従ったというところでございます。当然ですけどもね、皆さん募金しますよっていうふうな確認も取れませんし、一件一件集まって、お金を集めて回ることもできませんし、そもそもこの募金っていうのは日赤がね、募金欲しかったら一軒一軒回るのは日赤の役目なのに、なんでこう町内会がね、その代行して、いわゆる手先となってやってるのかってことは、今まで本当にずっと私はもう憤りが結構あったりするんですけどねすいません、余計なこと言いまして、これは今のところね、町内会の決まりということなんで仕方なく従っているというところでございます。皆さんもね、お考えあったら聞かせていただければと思います。何言ってんだ久保みたいなことになるかもしれませんけども、やっぱりね、そう思ってる方が私がいるぐらいですから、今までもね、もしかしたら何人かいらっしゃるのか、それともよく考えたことがなかったのか、それとも心の底から日赤が好きで、もう進んで募金がしたいのかだと思いますけども、いかがでしょうか。次、学区要望についてですけども、学区の要望ね、町内会自治会長へ別紙ありということで、この要望がある人は、どれだろう、要望用紙をね、こういうふうに学区で、出してくださいということでございます。なかなか町内会で集まって、皆さんからの要望をね、聞く機会がなかったんですけども、そこに、7月7日の7日会でこういうね、7月31日締め切りでペーパーが配布されまして、ちょっとね、皆さんからの要望を聞いてる暇がないといえばないんですよ。ですんで、この動画を見て、ちょっと学区の要望がありましたらね、私の方にペーパーでね、お伝えいただいたら非常に助かります。特になければね、ないでもいいと思いますけども、皆さんの地域でお困りのこととかないでしょうか。私はあんまり思いつかないんで、このままだと白紙で出すことになるかもしれません。これね、ご協力いただければと思います。この動画を見てらっしゃる方も少ないと思いますんで、もしかしたらこれもね、なんですかね、欠席裁判ではないですけども、誰も知らないうちに過ぎてしまうのかもしれませんけどね、そうお知らせする機会がなかなかないというご容赦いただきたいと思います。で、次ですけども、自治連斡旋ゴミ袋の申し込みと納品についてでございます。以前回覧板の方で募集しました、ゴミ袋はね、皆さんの家庭というか、班ごとにまとめてゴミ袋何セット購入しますかってことで、聞き取りをしてペーパーをね、集めさせていただきましたけども、全体で申し込み数が211セットになりました。我が町内もね、11セットぐらいだったと思います。こちら納品が7月の27か28、29のこの3日間のうちいずれかで行われるそうですので、こちらの方届き次第で皆さんにお知らせしようかと思います。4つ目のお知らせですけども、回覧板用ファイルですね、各区で回覧板を回すときの、バインダーがあると思いますけども、ペーパーを挟むやつね、回覧板挟むやつ。あれがね、雨とかでふよふよになっていたりとか、破損したりとか、それから紛失している場合もあると思うんですよ。その場合、町内会で代表して自治連の方に申し込みますので、お申し出ください。5つ目、岡村翔雲のお買い物暮らし応援団についてということでございます。これは何かっていうとね、
今回初めての取り組みでこうお買い物代行の業者さんがいらっしゃってですね、これ特に自治会で斡旋したりとか町内会がここのね、窓口になってるわけではないですけども、お知らせとしてですねこういうのがありますよってことで、ペーパーが来てますんで、これねあれですよ、お買い物リストをこういうふうに書くとそのお買い物をしてくださるそうなんですよ。で手数料はまあちょっと多少かかるんですけども、そんなにむちゃくちゃな金額ではありません。岡村運送さんが、松雲さんがこれをねやってくださるそうなんで、これからの時代に買い物代行っていうのはやっぱりね必要な方いらっしゃると思うんで、ぜひね利用していただければと思います。連絡先は 084-926-9036 でございますね。ショッピングレッド助けて S レンジャーお買い物暮らし応援センターと書いてます。よろしかったらご利用ください。で6個目ですけども、敬老会についてですね、敬老会についても資料をいただいてるんですけども、なんですね、ものすごい資料をいただいたんで、あの司会の方がね今回もあのどんどん進めてくださったんですけども、この書類どれかなって探してるうちに話終わるみたいなことを繰り返されていて、ちょっとついていけないですね。せめてね話の順番ごとにこうやってペーパーを上から順番にめくればいいようにしていただいたり、見出しをなんか例えばね、1,2,3,4,5 とナンバリングしていただいて、じゃあ3番を見てくださいみたいな感じで進めていただくといいんですけども、これ配る方はいいと思いますけども、会場に行ってこんな大量の、ね、ペーパーを探しながらこう報告受けてたらもうとてもじゃないけどついていけないということで、結局敬老会の資料もあのどっかにあるんですけども、あの見当たらないうちにね話が過ぎてしまったということ、私が特にとろいんでしょうかね。ちょっとねもう本当こう分かってる人だけで進むっていうのを私もねあの気をつけていこうかと思います。というよりも私は分かってないんで私が一番遅いと思いますけど、 ありました、敬老会についてですけども、まあ敬老会は基本的に中止になります。で福山市の方から衛生用品等購入券を800円分ですね、こちらを準備して各お宅に該当者の方へ、郵送で申請するということでございます。で特別記念品というのがありまして、80歳、90歳、学区の最高齢者に贈呈するもの、これはまたそれは別でお送りすることになります。で100歳の到達者の方は、あの旭ヶ丘でね、お二人いらっしゃるそうなんですよ。これが伊勢ヶ丘学区の唯一の二人って言ったらおかしいですけども、お二人のご高齢の方でございます。こちらはですね、市の幹部が自宅をお尋ねして手渡しでということになりそうですけども、本人の意向もありますんでね、行ってもいいよって方はそういうふうになるということでございます。その他自治会から助成金が1人当たり140円支給されまして、これに我が旭ヶ丘町内会の敬老会の予算を合わせて該当者の方に何らかのプレゼントをするということで決まっております。これ敬老会のね会議が12日にありますので、その際にもうちょっと詰めていこうかと思います。敬老会の推進委員会っていうのもありますけども、会としてはやらないんですけどもね、こういった記念品を何にするかと、あとどういうふうに贈呈するかという、こういうふうな段取りはしていこうと思います。その他こういう時にどうすればいいかっていうアイデアもね皆さんからどんどん出てくるといいかなと思います。早速私の周りではですね、まあ、町内会に関わらない人からはたくさんの意見が出てますので、私の方からもねこの12日からお話しさせていただこうかと思います。ちなみにですね、2020年度の敬老会の伊勢ヶ丘学区の該当者1073人いらっしゃるそうですね。なるほどね。はい、それから伊勢ヶ丘学区思いやりのある町づくり協議会、本当に言うね、いっぱい言うでしょ、あるでしょ、言うことが、これ本当はね、あっという間ですよね。思いやりのある町づくり協議会ということで、役員会の開催、これですね、何ですかね、あの去年もやったんですけども、みんなでビデオを見てね、いろいろと考える DVD 鑑賞とアンケート記入っていうのがありますんで、住民学習会ですね、こちらの方が旭ヶ丘町内会でもやってくださるそうなんで、何日にするかな、去年は10月10日だったんですけどもね、私も映画を見た覚えがあります。で、あの皆さんに集まっていただいて、プロジェクターではなくて旭ヶ丘町内会館にあるテレビで見た覚えがありますよね。西岡さんっていうのがね、あのなんですかね、公民館の方がいらっしゃって、いろいろとまとめてくださったと思います。こちらの方は7月31日までにあの予定を出すことになってますんでね、こちらも、秋になりますけども皆さんでやっていきましょうということで、敬老会についてです。で7番目が市長の要請があります。
これ何だったのか忘れました、すいません。市長の要請ってこうやってね書いてあるだけですから、何でしょうかねこれ。あ、思い出した。市長の要請ってのは新型コロナウイルスに対して市長からお話が来てますよってことですね。ちょっと読ませていただきますね。こういうものですけども、ね、市長の要請ね、感染を防ぐための新しい生活様式の実践をというタイトルでペーパーいただいてますけども、どこを見てもね生活様式の具体的な内容は書いてません。本当にねこれね安倍総理からなんでしょうけども、いい加減なことばっかりやってるんですよ。新しい生活様式っていうだけで何が新しいのかわからないと。で我々は元通りの暮らしにね早く戻ればいいのにって思っちゃってるんですよ。新しい生活様式と元通りになればいいのにって全く相反しているものである。これが何で起きるかっていうと、新しい生活様式が何かってことが明確になってないからなんですよ。まあ唯一明確になってるとしたら、町内会の会議みたいなのをズームの会議でやるとかね、インターネットでやり取りするとか、そういうことなんですよ。そういうことなんだけども、でもやっぱり町内会ってのはやっぱり人が合わないとねとかね、あと7月7日の定例会についても全然インターネットを使う、その全然そのね雰囲気もないというね。やっぱりメールとかで済むものとか、こういったペーパーもいっぱい出すんではなくてね、PDF ファイルでスマホで閲覧すればいいわけなんですよ。そういうふうなのが新しい生活様式だというふうに言えるんですけども、相変わらず紙を使ったりとか、相変わらず人が集まってねやるとかね、これがどうなんでしょうね。新しい生活様式をというふうに上位形はされてるんですけども、末端で新しい生活様式が何かっていうのが分からない、で分かってる部分についてもそれをしないということでしたら、この通達っていうのがどういうふうにこれからね、広まっていくのか、もしくはなあなあでもみ消されていくのかっていうところでございます。これが市長からの要請ってところですね。私が感じたのはそういうところですけども、やっぱりねなんか分かりにくいところとか、辻褄も合わないことっていうのは結構出てきているんではないかなと思うんですよ。特にこのコロナ禍という状況の中でね、やっぱどんなに、長い間人生を暮らしてらっしゃる方も、多分この世界的なね、感染症騒動っていうのは経験がないと思いますんで、今までの成功例とか失敗例から導き出したんでは到底答えが出ませんということなんで、まさにね今回の感染症騒動は回答を作り出さなくてはいけないんですよね。想像力がすごく必要になってきます。もちろん、それをやった結果間違いでしたってことはありえるんですよ。でも今までの例が通用しない以上、今までの例を使って解決できる問題ではないんですよね。それがここにもありますように新しい生活様式ってことだと思うんですよ。新しい生活様式の実践って書いてあるんですよね。まあここにコピーが踊ってるだけで、内容としてはねこれが新しい生活様式ですよってのは一言も書いてないですよ。でも私たちは新しい生活様式を実践しましょうという温度に対して、元の暮らしに戻ればいいのにねっていう発想はやっぱり継いでいかなくてはならないのかなと思っております。一旦以上ですね。あとはこちらで7月10日の配布文書の方ね、回覧板にまとめさせていただきます。で8月なんですけども、今何とかして一堂に会する機会を作ろうかと思います。で私が今考えているのは8月10日の定例会は1時間設けて、前半20分、休憩20分、後半20分という形で、まず最初の20分で区長さん集まっていただいて、区長さんだけでやると。で20分空気の入れ替えの時間を設けて、そして最後の20分でね、これは運営部の方が会館の中で報告をいただくということでございます。ただ冷静に考えて、報告特にありませんって感じで済んじゃうなと思ったら、特にこれすら設けなくていいのかなと思いますけども、やっぱりそうは言ってもね、私が想像するに町内会っていうのは集まって人がね顔を突き合わせてやるっていう、多分先入観と文化習慣がありますので、それが私が潰したみたいなことになって、でやっぱり集まっていかないのはなんかおかしいよねっていう、そんな雰囲気があることも察するんですよ。でそういうふうないわゆる世間体を考えて、形だけでも集まっていかなしょうがないのかなと思っております。もちろんこれ集まるのがね全く意味がないって感じている方がいらっしゃると思いますんで、その場合はこういう形をね仮に設けますけども、集まるって形を設けますけども、出席を拒否するっていう形で回答していただいても結構仕方がないのかなと思います。というのがね、今7月10日ですけども、これで1ヶ月以上先の8月10日の定例会の内容をどうするかとかね、どういうふうな出席形態を取るのかってことを考えても全く分からないわけなんですよ。だからこの
例のねコロナウイルスっていうのが本当に有害なのか、空気感染するのか、飛沫なのか、マスクで防げるのか、アルコール消毒が有効なのか、これ全部わからないわけですからね。いろんな説がある中でこれなんじゃないかなってことで専門家会議っていうのがずっと提言してたわけなんですけども、専門家会議が解散されたわけですよ、急に。でもうなんかめちゃくちゃなんですよね、政府の方もね。で個人レベルではいろんな意見があります。でも大半の方は慎重論というかね、何もしない方がいいんではないかなっていう形でございます。ただ現役世代の方はたまらないっていうかね、出勤もできなければレジャーもできなくって、このコロナ離婚ではないですけども家庭内でもおかしくなってきてたりね、それから3密を避けるっていう意味で外出をしなければ家庭の中がね家族で密になるという状況もありますんで、一体何を考えていけばいいのかね、これはもう一人一人が内側から回答出すしかないと思いますけども、ただそうは言っても一人一人の考えがあっても集まればそこの集合体としての思考を作らなければなりませんので、非常に難しい命題を我々は突きつけられているのかなと思います。そういう時期にねこういうふうな町内会長をさせていただいて、いろいろとね落ち度もあると思いますし間違いもあると思いますけども、逆にこういう難しい時期だからこそ私のね失敗っていうのは別に正当化してくださいってわけではないんですけども、新しいチャレンジをするチャンスになると思っています。やっぱりいろんな行事なくなりましたけども、行事ができない際はどうすればいいのかっていうふうなことを記録して残しておくのは決して無駄なことではないと思います。これからもこういう感染症騒動とかね、もしかしたらね疫病以外にも動乱が起きたりとか犯罪が起きたりとかでね、町内会どころではないっていう時代が想定されるわけですよ。数十年前も町内会っていうのが機能しなくなった時期があります。それは第二次世界大戦ですよね、戦争の時期、空襲警報が鳴る中で町内会っていう組織は隣組っていうものに変わってですね、で町内会活動ってのはなかなかできなかったと聞いております。防火防災訓練とかもバケツリレーとかもあったらしいんですけども、当時のことは私も分かりませんけどもね、伝聞で聞くだけなんですけども、こんな形で、有事っていうのは存在したのかなと思うばかりでございますね。では本日は以上です。